どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございますね。目の前に、すごいもんがございますね。これ何か。ナポレオンパイでございます。ちょっと皆さんご覧ください、これ。めっちゃ美味しそうなナポレオンパイでございます。ナポレオンパイですよ。でかいでしょ、しかも。どれくらいでかいか、カエルちゃんと比較していただけるとですね、このでかさがわかると思うんですが、ナポレオンパイでございます。すごいナポレオンパイですよね。これ食うわけですね。これ食うわけです。早速いただいてみたいと思いますね。これちなみにですね、非売品です。非売品です。これね、売ってません。じゃあどうやって手に入れたのか。大事な方の手作りでございます。なんかね、僕がね、ナポレオンパイ好きだ、ナポレオンパイ好きだって、そんな話をね、ずっとね、させていただいたらですね、わざわざ、僕だけのために、ナポレオンパイを作っていただきましたよ。いや、素晴らしいですね。見事ですね、このナポレオンパイ。うん。絶対に美味しい。もう絶対に美味しい。間違いないってことなんで、いただいてみたいと思います。お見せしよう。これ、回転して皆さんにこう、よくご覧いただきたい。タラララララー。タラララランタラキラチラチャンチャンチャン。アタラリラルンタンティラララランタンタン。ということで、皆さんにですね、さ、これだ、これ。最高でございますね、これね。じゃあね、早速ですね、いつまでも引っ張ってんじゃないよってことでいただきたいと思います。いただきたい。コーヒーね、うん。今日ね、砂糖抜きの、ブラックコーヒーですね。うん。やっぱね、甘いお菓子にはね、これブラックコーヒーが合うんで。じゃあ、早速いただきたいと思います。切りましょう。ちゃんとね、まな板の上に乗せてるんで大丈夫ですよ。切りますね。切りますね。あら、うまく切れんの、あ、切るの難しいんだ、これね。なかなか上手に切るの難しいな。まな板が良くないのかな。いや、包丁だと、包丁かな、包丁。いや、でかい。絶対に美味しいけど、これ手づか、あ、ナイフとフォーク。あ、うめえ。まあ、ここです、こう。包丁直接舐めると危ないのね。うん。あ、うめ。いただきたいと思います。甘っ。ま、ちょっと断面見せなきゃみんな、こう断面。あ、こんな感じ。こんな感じ。こんな感じ。今日はね、ダブルカメラ。ダブルカメラでですね、やってる。気合が入ってるんだよ。気合が、こ服汚す。ね、こんな感じ。うん。この断面がですね、こんな感じですね。あ、こんな感じですね。いただきます。うん。パイ生地からしてめっちゃうまい。これめっちゃうまいな、これ。うん。クオッコーうん、めっ。どうやって食えばいいんだろう。うん。うん。うん、うまっ。美味しいね、ほんとに。なんちゅう贅沢。うん。うん。うめ、うめ、うめ、うん。うん。でかいですから、ね、うん。すげえ、これ何キロカロリーぐらいあるんだろう、これすげえぜ、これ。うん。1個で、これ1個で2000として、6000か7000キロカロリーぐらいあるんだ、これね。でもね、めちゃくちゃ美味しい。このいちごがね、バッチリ入ってるんだよね。で、上になってね、生クリームとね、これ、というよりからカスタードだと思うだろ。でもね、この上がね、これが、カスタードじゃないね、これね。うん。これね、黄色い色でね、
色が黄色いんだから、これもね、生クリームなんで、なんかね、で上に乗ってる、あ、やばい、びっくり返した。この上に乗ってるこのね、白いやつ。うん。この上に乗ってる白い生クリームと、ここについてるクリームがね、味が違うんだよ。こっちの方がね、ちょっと油っぽいね、なんか、油がちょっと、乳製品の油が強いんだから、こっちはね、うん、でもこっちの方が香りは強いからこっちは脂が強いみたい。美味しいね。うん、多分このいちごがね、また美味しい。うん、うまいね。美味しいダメだね、何にも言えない。うめえ、あいち。でもこれカロリーすげえな。いいんだよ。美味しければ、美味しいもん、本当美味しいもんだったら僕はね、いくら太っても構わないよ俺は。まずいもん食ってね、太るのは嫌だ。でも美味しいもん。うめえな、これ。パイ生地。このパイ生地がまたね、このパイ生地がまたいいんだよね。このパイ生地。パイ生地。うめえ。どうしようかな、これ。うめえ。全部食っちゃうか。全部食っちゃう。いやでもこれすげえカロリーだよ、これって間違いない、これ。このカロリーの高さだよな。なかなかうまく切れないなと思うな、これ。切れないとこのまま食っちゃうか、このまま一気に。なんかうまく切れねえな。うまく切れねえ。うまく切れないんで、このままいきたいと思います。美味しいね。上に乗ってるいちごがまたうまい。うまいな。なんという贅沢。コーヒーはまあ UCC のコーヒーなんだけど、今 UCC のコーヒーで、まあこのコーヒーもまずくないんだけどさ、なんか本格的ドロップみたいなね、本格的なドロップみたいな感じで、なんかいいな、いいな。美味しいな、このケーキな。キッチンカーイベントに出店しませんかみたいな感じで。いや、美味しいな、これ。いや、美味しい、美味しい。よし、よし。なんか、こう食った時、脇からはみ出てくる。おいちい。おいしい。というわけでね、さすがにお腹いっぱいになってきたな。さすがにお腹がいっぱいになってきたので、どうしようかな。でも全部食っちゃう。やった。おいしいな、でもな。お腹がいっぱいになったけれども、本当に美味しいものは食えるみたいな。
うん、だだ、うん、なんか食ってるうちにぐじゃぐじゃになって、ナポレオンパイってすごい美味しいんだけどさ、食ってるうちにだんだんぐじゃぐじゃになるんだよね。うん、その辺が非常に難しいところでございますが、うん、うん、なかなか難しいところでございますが、うん、梅というわけでね、あ、ごめんというわけでね、さすがにですね、お腹いっぱいになってきたので、俺もう還暦で60だからさ、いやでももったいないな、当然してないよ、絶対してないで食うんだけど、いや美味しいな、しかしこれ食いたいんだよ、美味しいんだよ、でもなんかお腹がいっぱいになってきてちょっと辛いところあるね、血糖値がダダダダダダダって今上がってるんで、あのね、あのなんか糖尿病の人とかそういう人はね、なんか一気に甘いもん食うと血糖値が激上がりして危ない、生命の危険が生じるとかですね、そういったこともあるらしいんですが、僕はね糖尿病じゃないから俺ね血糖値ね標準値だからね、みんなね、なんかまたさこういうことやってるとさ血糖値上がるととかさ、まあそんなさことをどう書くやつはいると思うよ、書くやつは、でもね大丈夫なんですね、私はね、よし、あーでもなんかすごい来ちゃった、でもなこれな、これ絶対さ生菓子だから洋菓子だから放置しておくとさ、絶対これ時間経過だと思うしさ、まずくなんだよ、特にパイだからね、だからやっぱ今全部食いたいんだから、いちごが美味しいねいちごが美味しいんだから、うん、うん、でこの中にだからこのさパイのこの間にさ、この間にまた山のようにイチゴ入ってるの、ほんとこんなさ、うん、これ絶対材料費だけですんげえかかってるぜ、この大量のイチゴで、いやすいませんね、ほんとね、これいただきもんなんだよね、なんかね僕のためだけに作ってくれたんですよ、手作りで。なんか僕がさ、ほんとナポレオンパイが好きだ好きだって話をさ動画で何度もしつこく言うもんだからさ、じゃああなたのためだけにナポレオンパイ作ってあげますよって作ってくれたのがこれなんで、いやでもねほんと美味しい、これはねほんとに美味しいんだけれども、胃袋にも限界があるのですいませんが、また当然これは全部いただきます、すごく美味しいんで全部いただきますが、食っちゃうかいやでもこれうん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 、何キロカロリー、パイ生地がパラパラ、うん、うまっうまっ、うんうん、よし、ちょっとね名残惜しいんだけどお腹がすごくいっぱいになってきてですね、うん、ほんと申し訳ない、うん、ちょっと、うん、食べきれない食べきれないんで、うまいやね、食べきれないんで、残りは、うん、ね、まあ、また、うん。今ちょうどね、お昼なのよ、12時、実は。12時でお昼で、実はね、朝私ね、コーヒー一杯しか飲んでなくてですね、でずっと仕事してましてですね、いろいろと、うん、動画撮ったり、まあ、司法書士の書類作ったりとかしてて、で、まあ、今お昼なんだけど、うん、お昼なんだけど、でお昼食ったん、朝食ってないから全部食えるかなと思ったけど、やっぱ年だね、うん、やっぱね、うん、食いきれないけどやっぱ食うかやっぱ食うか、うん、うん、うん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 、うめえな、うんうん、よし、うん、いや美味しいな、美味しいけどもお腹全然いっぱいだし、お腹いっぱいの時に無理して食べると絶対太るんだよね、だからやっぱそれはね
控えなきゃいかんね。うん。だから、うん、これでまあ終わって、うん。いや、美味しいね、でもこれ本当に。ありがとうございます、本当に。うん。ああ。いやー、でも本当お腹いっぱいになった。そりゃなるよ、こんな。何人で食うんだよ、こんなのみたいな感じでございますから。いや、美味しいな。いや、美味しいな、美味しいな。いやー。すっげえ幸せ。最高でございますね、最高で。いや、美味しいな、これ。うん。いや、でもすっごいお腹いっぱいだから、うん、ほんと申し訳ないんだけど、やっぱりね、僕はフードファイターではなくて、還暦間近のジジイなので、さすがにこれを一個全部一気に食うっていうのはね、うん。でも美味しいんだよね。もう一口くらい大丈夫。おいしい。うん、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 うめ。うん、うめ。なんか別に捨てるわけでもいいんだよ、これ。このまんままた冷蔵庫にしまって、今晩今晩いただきたいと思いますね。今晩いただいて、もちろん全部完食するということでございますね。うん、誰かに取り分けてあげないのかっていう話当然あるんですけど、独身彼女なしの一人暮らしでございまして、非常に申し訳なくいや美味しいね、でもね、うん、やっぱこういうのね、彼女と一緒に取り分けて食うとか、そういうのは非常に楽しいですよね。うん、なんかここで、うん、なんだ、彼女に作ってもらったんじゃないのかっていうけどね、そうじゃないんだよね。実は作ってくれいただいた人はですね、まあおっさんですおっさん、あのね、あのお菓子作りのプロとだけ申し上げておきましょう。あのあまりですね、その方のについての詳細はですね、申し上げるのはちょっとですね、今回は控えたいと思いますが、お菓子作りのプロです。あ、うん、お菓子作りのプロの人が僕のためだけにこのナポレオンパイを作ってくれたんですけど、ちなみにおじさんでございます。おじさんでございます。僕と同世代の人かな、なんか作っていただきまして非常に美味しかったですね。ちょっとさすがにお腹いっぱいになったんで名残惜しいんですが、残りはまたですね、うん、またお腹が空いたらいただきたいと思いますので、ちょっとね、若干残しちゃいましたけれども、後でいただきたいということで、これでですね、この動画を終わりたいと思います。もう一つ口食うか、もう一口食うか、やめよう。キリがないからやめよう。おいしい。以上になります。どうもありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございます。